大手百貨店のお中元商戦がスタートしました。各社とも限定商品を増やし、インターネットでの販売を強化しています。今日からインターネット受付を始めた三越では、定番のビールや菓子類で浮世絵をモチーフに日本文化を織り込んだ限定商品を増やしました。このほか伊勢志摩サミットの開催にちなんで、三重県の食材とビールのセット商品なども用意されています。売上目標は店頭で前年並み、インターネットでは前年比 10% 増しとしていて、平均購入額は1人当たり2万4000円と去年とほぼ同額と見込んでいます。三越のほか高島屋やそごう、西武でも今日からお中元のインターネット受付を始めました。